はい、こんにちは。さあ、今日もレモン言いますよ。そんな形でね、今日はね、皆さんにちょっと今までね見せてなかった、レモンの木の方をちょっとご紹介しようと思います。でっかいレモン、ポンテローザですね。ジャンボレモンとも言いますけれどもね、こちらの方のご紹介です。これね、ちょっと今ね土を作って、鉢でポットを外してね、鉢の方にポンと入れちゃって、それでね表に置いとこうかなと思ってます。ちょっとね実践を兼ねてね、本当は実がついてる時ちょっと遅いんですけれども、今までね室内にあってあまりこう手をかけてあげられないんで、ちょっとねこう遅いんですけども、さっとこうねポンと抜いてポンと入れちゃうぐらいな感じでね、ちょっと今植え替えちゃうと思います。それではね、今日ねちょっととりあえず遅いんですけれども、まあサクサクっとやっちゃいましょうか。まずバーク入りの堆肥ね、こちらこうやってお見せしますけども、バーク入りの堆肥を、5割、その他に赤玉の小粒を4割、それと、前にね、ちょっと入れたんですけど、軽くするためにバーミキュライトねバーミキュライトを1割、それと、ゼオライト。ね、必ずゼオライトを入れてください。これを、やはりカップでいっぱい入れてます。で、元肥として、野菜の、肥料。こちらの方をね、30g ぐらい入れてますんで、これをとりあえずブレンドですね。こちらの方をとりあえずブレンドして。結構ね、バーク入りのね、堆肥多めになってますからね、水の抜けがいいと思います。こんな感じですね。こんな感じでブレンド終わって、それで、必ずね、下に鉢底のネットと、あと、鉢底石の方もね、必ず入れてあげてください。やっぱりね、排水が悪いと根腐れを起こしますからね、それが一番怖いんで、気をつけてくださいね。早速なんですけどもね先ほどの鉢ダメですね、あれ大きさがちっちゃくて入らなくて、急遽今買ってきました大きめのやつをね、これでね、とりあえず、生けてしまおうと思いますね。植え替えの方、まずね鉢底石ですよね。鉢底石の方を入れてですね、よいしょ、まず鉢底石を、少し入れますね。鉢底石をねやはり入れないと排水が悪いんでね、ちょっと鉢底石入れますね。こんな感じ、鉢底石、軽石みたいなもんですよね。これを入れて、でとりあえず下に一回土を敷き込みますね。とりあえず下に土を敷き込みましょう。こんな形でとりあえず土の方を引き込んで、それからですね、先ほどちょっと入らなかった先ほどねちょっと入らなかったこのね、ポンテローザの方どっしょ抜き取って、そーっと入れちゃいますね。そーっと入れてしまって、これでねウォータースペース結構取れるんでいいと思いますけれども、ちょっとまだ低いかな、これだと少しちょっと低めですね。これくらい、これちょうどいいくらいですね。これで、とりあえず木が揺れないように周りから入れていきます。これね結構土入るんですよ、このサイズは。これ12号サイズですね。今日先ほどね9号で全然入らなかったので、9号でもいっぱいいっぱいでしたから、で
10号か11号があるかなと思って行ったんですけど、なくて、いきなりこう12号ですね。ちょっと土の方はね、足りないので、もう少しブレンドしましょう。で、バーミキュライトね、バーミキュライト。一人でね、言って一人で笑って。こんな感じでやってますから、バーミキュライトはね、こちらの方にとりあえず2杯ほど入れておきましょう。結構これキラ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 綺麗なやつですよね。はい、これでこれをよく、混ぜてブレンドしていただいて、よいしょ、根っこ傷つけないようにね、これ気をつけてもらって、根をね切っちゃうとね、ちょっとそこあまり芳しくないので、根は切らないようにちょっと気をつけてもらってですね、もうちょっとね早い時期でしたらね、もう少し無理しても大丈夫なんですけどもね、もう実がついてる状態ですから、あまり無理しないようにそーっと切っちゃいましょう。これで大体間に合うかな、こんな感じで。大体これで間に合った感じですね。これで大体間に合った感じ。よいしょ。はい、どう。はい、とりあえずね、こんな感じで、鉢入れ植え替えね終わりましたけどもね、いやーやっぱり大変ね、こう大きくなるとね、鉢も重いしでね、生け替えた後お水をあげるとね、さらに重くなっちゃうんでね、ちょっとこれ移動するのも大変なんですけどもね、ただね、こういうふうに、海進自然系この形をね、やっぱり理想としてね作っていくといいと思いますね。こうやはり鉢植え栽培でね、こうね、こう開いてるところに実がこういっぱいになってるとね、すごく綺麗ですしね、部屋の中に置いておいてもね、インテリアになりますからね、そんな感じで、ね、今回は皆さんにねお見せしてなかったね、ポンテローザなんですけれどもね、こういった形で、こう海進自然系の樹形を作るといいですよってことでね、今回紹介させてもらいました。ちょっとね、こう外から中に入れるのが大変だったんでね、今までなかなか撮影に使えなかったんですけども、ちょっと今日片下通報所中に入れることができましたんでね、それで、今回撮影して皆さんにご紹介って形したんですけれども、まあこんな形でまた表に戻してね、レモン栽培一生懸命頑張ろうと思ってます。こんな感じで皆さんもね、よろしかったらね、こうやってような、通常の、ね、レモンの他にポンテローザとこうジャンボレモンっていうね、こういうものもありますからね、これでね皆さんもね、こういろんなレモンの木を、育ててみると楽しいと思います。よろしかったらね、またご覧になってみてください。それではさよなら。